キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。シルビーちゃんとっても可愛いもん。シルビーさんって本当にキュートで憧れるでございますわ。僕シルビーちゃんのページは全部スクラップしてるもん。このページもいただくもん。あ、ダメですわ。これは私がスクラップしようと。欲しいもん。いや、私のですわ。やあ、あれ、どうしたの？パンキーさんが私の大事な雑誌を破いたのですわ。うちだからだもん。まあ、なんですって。まあまあ、雑誌くらいで喧嘩すんなって。だって今月号はシルビーさんの特集記事が満載の特別号なのでございますのよ。そうだもん、売り切れでもう手に入らないもん。ねえ、シルビーの特集記事って何の話？シェビーさんはご存知ないのですか？遅れてるもん。シルビーさんは今や憧れの的、人気沸騰中の読者モデルなのですわ。芸能界にデビューするのも間近だって噂だもん。本当に？そんなに可愛いかな。可愛いもん。噴水公園にシルビーちゃんが来てるのよ。サインもらわなきゃ。情熱。だだだだだだだ、私も行くです。まあ、ちょっと。ごめんなさい、そこ通して。シルビー、お水が飲みたいの。はい。シルビーさん、私のミルクをどうぞ。シルビーさん、大丈夫ですか？コロン、何やってんの？シルビーさん、シルビーさんを助けてあげて。シルビーちゃんだ。なの？シルビー、噴水の水も自由に飲めないの。クスンクスン。シルビーさん、かわいそうです。クスンクスン。なんでコロンが泣くの？シルビーちゃん、どこ？来た。確かこっち。隠れて。シルビー、どこ？シルビー。ふう、危ない危ない。このままじゃシルビーさん、どこへも行けないでございますわ。何かいい方法は。そうですわ。シルビーちゃんにサインをもらい損ねたもん。シルビーちゃん。待って。ですわね、シルビーさん。チェビーのおかげね。シルビーちゃんの影武者？ったく、こっちはいい迷惑だよ。ごめん。
チェビーを緑色に塗るとシルビーちゃんになるなんて信じたくないもん。パンキーさんだって騙されたじゃありませんか。何も聞こえないもん。チェビー、コロン、本当にありがとう。シルビー助かっちゃった。あのさ、悪いけどこういうのってもう二度と困ったことがあったらいつでもおっしゃって。私たちはシルビーちゃんの味方ですのよ。本当？シルビー感激！キャー！かわいい！こんなところにいたってつまんないよ。チェビーさん、退屈でしたらミルクでも飲んでてくださいね。はぁ、かわいい。やれやれ。あおいしい。こんな美味しいコロッケ初めて食べたよ。シルビーさんのお裾分けですのよ。お裾分け？シルビーさんには一人じゃ食べきれないほどのプレゼントが届くんですって。へえ。ポーズ取って写真撮るだけでね、いい身分だよね。ん、パンキー、さっきから何やってんの？明日ファンクラブの撮影会があるんだもん。ファンクラブ？僕、会員ナンバー一番だもん。うえじゃあ、チェビ、僕、撮影会に行ってくるね。大変！大変でございますわ！どうしたの、コロン？シルビーさんが！今朝、ミルクを届けに来たら倒れてて。ここのところ毎晩遅くまでファンレターのお返事を書いていらっしゃったとか。撮影会行かなきゃ。無理ですわ、そんな体で。でもみんな待ってるから。撮影会は中止になさって、それしかありませんわ。ダメ、みんな待ってるから。シルビーさん、無理ですわ。どうしましょう。そうだ、クマンパさんに相談ですわ。待って、あたしが代わりをするよ。え？任せてよ、あたしちゃんとやるから。みんなシルビーさんだと思ってるでございますわ。緊張しているのでございますか？まさか。早くポーズをとってください。偽物だってバレちゃうもん。ビースイエーイ。素人丸出しだもん。チェビーさん、そうじゃなくて、もっとモデルらしく。シルビーちゃんってなんだか思ってたイメージと違うな。実物あんま可愛くないな。うわほっやっちゃったでございますわね。ごめんなさい、私モデルがこんなに大変だなんて知らなかった。みんなシルビーのファンやめるって言ってたもん。私今からみんなに本当のこと言ってくるよ。いいの、
私モデルをやめようと思ってたから。疲れちゃった。でもなかなか言い出せなくて。だからいいタイミングだったの。シルビー、チェリー、ありがとう。シルビーさんのファンになったようですわね。うん、薄すぎるもん。